お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクラッシュラやっていくんですけど、今日はねこちらゴーレムを使っていこうと思います。でこのゴーレムをね今日は紹介するんですけど、こちらですね、なんとスケルトンが入っているのが、まあ、このゴーレムのね、もう目玉というか特徴的なところなんじゃないかなと思います。基本的にゴーレムにスケが入っているのは今まであんまなかった、はい、気がします。まあ、ごぼうりとかね、こう、まあ、施設が入ったりとか、まあ、マジアチャが入ったりだとか、そういうのあったんですけど、スケが入ってるっていうのは、結構ね、珍しいんじゃないかなと、まあ、思います。ですが、まあ、今ね、こう、まあ、ミニペッカが、こう、すごい流行ってるっていう時代もありますし、まあ、スケが1枚いるだけでね、こう、回しにくい手札とかを、まあ、スケでなんとかカバーできたりというか、まあ、スケって結構万能なんですよね。カード回しにもなりますし、受けにもなりますし、で、別に1枚、こう1コスなんで、結構ね、こう、軽く裂いちゃっても、大きなね、被害には繋がらないっていうので、まあ、スケルトンがね、やっぱすごいいい味出すんですよね、これがまた。というわけでやっていきます。で、このゴレは、ちょっとね、またダクネドラドラのダクプリっていうので、ですね、ちょっと受けっていうか、なんていうんですかね。まあ、空に強くて、そしてダクプリがあることによって、受けも強いライドラもあるんでね。っていうので、何にでもね、勝とうとしたゴレですね。前にもそんな感じのゴレ紹介したんですけど、今日のゴレもまた、そんな感じで、むしろこのゴレでね、マルチ上位に行ってる人がいましたね。だからもともとゴレ使いの人がいて、その人がこのゴレを使っていましたね。で、今結構トップの方に行っていた気がします。というわけで、さあ、相手はエリポン？エリポンイコール三重子ですね。なんで、ここはね、ちょっと怖いですが、正直怖いですが、そうですね。ここはまあ、この、ちょっと下手くそなスケですが、許してください。で、いや、これね、マジでどうしようかなって思うんですけども、ここはダクネで許容しつつ、ダクプリで2体直接殴りつつ、まあこんな感じですよね。で、右側も許容ですね。これ多分無視していいと思いますね。よいしょ。からのですけどね、正直今ビビ裂いても良かった気がしたんですけど、まあここはもう、組んじゃいますか。で、一本置かれても無視しつつですかね。まあとりあえず組んであげて、ダクネがいないのが一番辛いんですけど、一本取りたいですね。で、このゴレの後ろのユニットの出す位置なんですけども、この真ん中とかこの辺に出しちゃうとアイゴロとかで釣られちゃうんで、こう外ですね、外に出すことによって、よいしょ。相手はもう、攻めてくると。じゃあ、ゴーレムのね、こう、強さを出していきましょうか。もう、相手が守らないなら、俺も守んないよと。さあ、お願い。溶かして。いやー、ちょっと待って、本当に。勝ったかな、多分これは。これはね、まあ、申し訳ない気持ちは1ミリもないです。残念ながら、グッドゲームと。言ったところで、まあ、ゴレのね、強みっていうのは、こういうところに、あるのかなと思います。誠に申し訳ございません。ヨシスケさん。はい。というわけで、まあ、こんな感じですね。なんていうんですかね、無視するタイミングっていうのが、まあ、ありまして、なんだろうね、無視して攻めても、キング折れるなっていうのを思えば、攻めていいです。そのまんまのこと言ってるんですけども。よろしく。さあ相手は、うわぁ、位置がすげえ、これまだ。いや、トニーは一応してきますね。今、ゴレが手札にあったら、まあ、2ヤードぐらい取れるんで、トルネさせずに、ゴレ展開でもよかったかもしれないんですけども、まあ、どうせ、暇になるので、で、待ちます。で、プリン来たら、まあ、ケツからなんか出すイメージだったんですけど、アウプリ？ん？スケアイスピか。ちょっと高回転ですね。あ、来ます。皆さん、バレルが。これ読みます。来る。もうちょっとね、ダックプリを早く出しとけば、突進で完封できてたと思うんですけども、まあまあまあ。で、このダックプリに対して確定でユニット相手は咲くので、もうその瞬間アドですね。はい、1ヤードで、こうもう1枚、はい、2ヤードって感じで、さらにダメージも、ああ、これで5ヤード。というわけで、いっちゃいましょうか。もうこれはね、勝ちましたね。あ、でも、いいナイト。ちょっといいナイトですが。で、ライドラつけるとロケ、そう、来ると思いました。なので、待ちます。待ちました。で、もうこんなん、
気持ちのすけですね。気持ちすけ。え、待って、気持ちすけ、気持ちすけ神じゃね、気持ちのスケルトン神。え、今のスケルトンは正直本当にたまたますね。で、プリンセスかな、なんかが出てきてギリ耐えられそうですが、まあまあダメージとしては十分と言ったところで、ちなみにこのデッキウッド系がないんでね、枯渇はねきつい気もしますが、まあ前半これだけダメージ稼いでしまえば美味しいと。ただもライトニング2発でタワー落ちるかなと言ったところで、ちょっと雑な削り方をしていきます。で、後ろからダクネタも出していけば相手はなんか困るでしょうと。すごい元気ですね。まあ僕はあんま折ったりしないんでね、可愛いスタンプでねゆっくりやっとくんですけども、相手これロケットも焦って削りに来てるんで、まあ間に合わないよねとからの、まあ一応スケで抑えつつ、はい、いやー勝ちましたね。よいしょ、後ろからでロケットを、まあ、防衛で使わせたら勝ちみたいなのがあるんですけど、よいしょ、まあまあまあロケット打ってこない、あー打ってきましたね。まあ打ってきたらさすがに削りが間に合わないってやつですね。さあトルネの完封位置でしっかり完封しつつ、端前プリンかなんか、あれプリンいたっけ、あプリンなんか吹き合いになってんのか。さては僕が昨日紹介した動画のプリンの枠が吹き合いになってるマン、あー面白い、非常に面白い、非常に面白いがグッドゲームと言った感じですね。まあちょっとあれっすね、今日は多分余裕で勝ってると思うんですけど、今日ラットアークの方でね動画撮ってるんですよ。マイクの方のアカウントじゃない理由は特にないんですけども、なんで意外とね結構今順位低めな感じなので、ちょっとあれですね、結構しっかりね実力差をね見せつけていきたいなと思います。でちょっとね別に元気ないわけではないんですけど、昨日の動画ラットンさんから今日の動画元気ないねみたいな、いつもよりテンション低いですねっていうコメントがあったんですけども、あ僕基本夜寝る前に動画撮るんですよ。で夜寝る前に撮るとまあ多分ちょっと元気なんですよね。なんですけど昨日のね動画1本はね多分夜なんですけど、1本はね多分寝起きかな、寝起きの昼ぐらい、ん昼朝かとかに撮ったんで、だから元気なかった系だと思うんでね。で今日はもしかしたら元気ないかもしれないんですけど、まああれっすね、ただ遊んで疲れて夜動画撮ってるんで、まあ元気ないようにね感じるかもしれないんですけど、僕は非常に元気ですね。今からラウンワンオールでボーリングしたいぐらい、まあ、元気なんですけども、まあね今日は動画撮ってきます。はい、ベビードラボムタワーアイスウィズ、ああスケラッチャンっすね。スケラッチャン、スケラッチャンはちょっときついかもしれないんですけど、スケラー、まあそうです、ライトニングあるんで、ライトニングでアイスイズボム系を処理できれば正直アンパイに突破できそうなイメージがありますが、まあ今ボムタワーが回ってないのならばアイスイズを攻め取るんで引っ張っちゃって、おいおしゃれ、攻め取りで引っ張っちゃってこのアイスイズさえ処理してしまえば結構ダメージは入ってくれると思ったんですけど、言うてか、まあでもここは一回待ちましょうか、防衛取るねが、あーオッケーオッケー。さあここですね、ここスケのおかげで回転ちょっと早く回せて、このスケ2回受けするっていうおしゃれなスケですね。さあ、あこれねライドラーって実はスケルトンラッシュの受けに優秀だったことを皆さん知っていますかね。3体のスケルトンを感電させるんで、よいしょ、こう防衛できるんですよね。そしてまああとは攻めましょうか、攻めます、攻めます、攻めます。あのねボムタワーさえ破壊できれば僕のゴールはね止まんないんですよ。いやワンチャンキングに持って、あトレンド持っていくのか、オッケーオッケー。これボムタワー使ったから、これ8枚ぐらいで、おいボム2ライト打ってと思ったんですけど、さてやったか俺、さてやった説、いや言うてみたいなのかな。アイスイズ来い、アイスイズ来い、来た、これはもうピューン、
まあ、トルネで下げられてもダメージを稼げるよと。さあ、ゴレの爆破は強化されました。で、こうベビとスケで頑張って、このスケが大事っすね。このスケルトンラッシュにもなんとかスケが、待って、ライトニングで勝てる。待って、やばい、本当にやばい。勝った平井心来るが、危ねえですね。ちょっと最後平井心もう一体間に合ってたら負けてましたが、というわけで、まあ、今日はね、ゴレデッキ紹介したんですけど、最近ちょっとね、日本投稿してるんで、何の動画出そうかなってすげえ悩むんですよね。なんかいろんな、YouTuber がいろんな動画上げてるんで、ね、なんかミラーで、まあ8000目指し続けもやれたらいいかなとも思うんですけど、まあどうなんだろうとかいろいろ考えつつね、やってるんで、なんかこういうのしてほしいとかあれば、ぜひ書いてもらえると助かります。では。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。